ジェファーソンタウンはアメリカ合衆国ケンタッキー州北中部ジェファーソン郡にある第二東急都市である。2010年国勢調査での人口は26,595人であり、州内第13位である。ルイビル市の主要郊外であり、2003年にルイビル大都市圏政府が設立された時もジェファーソンタウンは独立した市に泊まった。この大都市圏の中で ルイビル市以外では最大の自治体である。ジェファーソンタウンはジェファーソン軍の南東部にあり、1700年代後半からルイビルに近いオハイオの滝に向かう初期パイオニアが途中で立ち寄る場所として存在していた。肥沃な大地を農夫たちが耕し始め、1773年にはトマス・ブリッドが測量し、翌年にもジョン・フロイドが測量した。兵役に対する 払い下げ地として、ハイとタイラー、オールダムの各家族が入植した。1794年、エイブラハム・ブルーナーが122エーカーの土地を購入した。1797年5月、ジェファーソン軍会計裁判所にその土地の中から40エーカーをジェファーソン氏として法人化することを請願し、認められた。氏名はジェファーソン軍から取られたか。 当時アメリカ合衆国副大統領だったトーマス・ジェファーソンから取られたかのどちらかである。この町はその住民からブルーナーズタウンと長く呼ばれていたが、その後現在のジェファーソンタウンになってきた。ジェファーソンタウン市は北緯38度12分22秒整形85度34分25秒、北緯3 8 2 0 6一1度整形85.57361度、 38.20611-85.57361に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は10.0平方マイルであり、このうち陸地9.9平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.10%である。ブランケンベーカーアクセスドライブ、西を望む以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ブルーグラスコマースパークは1966年に広さ600エーカーで開設された。魅力ある公園のような状況で設立された時は国内でも初めての工業団地だった。現在は広さ1800エーカー以上あり、約850の企業が入っている。ケンタッキー州では最大であり、3万8000人の従業員が働き、 州内の雇用数では第3位のパークと市にしている。ブルーグラスコマースパークは7つの地区に分けられている。パパジョンズピザが市内に本社を置いている。ジェファーソンタウン市は1人の市長と8人の市政委員が統治している。市長は4年任期であり、市政委員は2年任期である。市政委員は市全体の選挙で上位8人が選ばれる。ありがとうございます。